エウレカは、エウレカ園は埋まりましたね。とりあえず番長取ります。もうちょい早ければ園かエウレカ取れたと思うんですけど、しっかり埋まってます。ちょっと空いてないのでこっちで行きたいと思います。それではおそばせながら信頼の力、本日は番長4でやっていきたいと思います。オス番長4ですね、番長4ですね。もう通常時は前作番長0を打たれてた方であればすぐ入り込めるような感じになってます。最低リセット時はまあオスモードオーラまとってますねっていうところに行ってます。最大規定ゲーム数がマックス150ゲームで特訓に行ってくれると。前はポイントだったんですけど今回はゲーム数ですね。で、まあ、規定ポイント到達で対決特訓行って、もちろんレア役からも行くんですけど、まあ、基本的に規定ゲーム数で行きまして、で対決特訓クリアしたらボーナス、まあ、または AT 直撃が出てくるんですけど、まあ、基本的にはボーナスが出てきますよと。で基本的にはボーナスを目指していって、そこから AT に入れるという流れでございます。一応初当たり確率なんですけども、設定値259分の1、約ね、はい、で設定6約221分の1と。で出率の方なんですけど、設定1で約 97.8%、 設定6で約 113.1% と、まあ、6の割は結構高いですね。で夕方ステージ行きました。レア役弁当弱点などでこの降格ステージ抽選されてるんですけど、これ何かって、ああ夕方ステージはですね、掃除ローポイントがたまりやすい、プラスレア役引いた時に特訓がもらいやすいステージです。まあ、要は降格ですね。で今ゲーム数のところひび入ったんでここで特訓いきます。はい、で通常時のモードなんですけど、朝言ったこのオーラまとってるオスモードの他に、通常 AB でチャンス天国で AT 引き戻しっていうモードがございます。AT 引き戻しは、まあ、AT 終了後に行くモードなんですけど、トゥン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 、弱点、はい、で特訓いきましたと。まあ、通常 A のマックス規定ゲーム数249ゲーム、通常 B 199ゲーム、チャンスが149、オスモードと一緒です。で天国が49ゲーム、まあ、天国であればボーナス当選濃厚となります。で AT 引き戻しモードがマックス99ゲームですね。まあ、そこ到達で、まあ、天国以外は特訓に行くよという規定です。でマックス天井が699ゲームプラスアルファでボーナス当選ですね。で AT 天井が最大級数の10回目で AT 天井という流れです。5トン止まりでしたね。10トンまで落ちてくれば期待と 80% あったんですけど、はい、弱対決では、ここもチャンス目とか引けば書き換えてくれるんですけど、おい、チャンスアップ入ったよ。うわ、当たるんだ当たってくれました、よかった。じゃあオスモード初当たり期待度 50% ありますんで、はい、分けて当たってくれました。投資4本です。90ゲーム、ビッグでお願いします。レギュラーいらんよ。よし、オッケー。青七がいいけど、赤七ですね。おし、では行きましょう。ここから AT に入
入れるのを頑張ると。赤7だと AT 突入期待度 42% あります。青だと 82%。 このかレア役引けた方がもちろんよし。でこれ真ん中に赤いの止まった場合、これチャンスベル、普通のベルより強いベルになりますんで、これも引けた方がいい。でこれでホールドされてパンダ襲来まで残り3ゲームと。この間もベルレア役引けた方がいいです。引けません、引けません。子パンダちゃん、あ、親パンダ残念。で今回は残念ながら AT 当選ならず、終了画面もデフォルトと。からの、はい、えい、よかった。92ゲーム当選です。いいね、早め早め。さっきスルーさせちゃったから早め助かる。トース変わらずです。ほい、レギュラーいらん、レギュラーいらんよ、いらんって言ってる。レギュラーです。ネグかー。キャラが増えれば増えるほどチャンスと。チャンスベルやらベルやらレア役やらないやら引けた方がいいです。厳しそう、宗次郎。はい、ではこの後トコギルーレットで行き先を決めます。だいたい特訓です。はい、ただの特訓。弱いね。はい、逆対決。いけないね、何にもしてない。ニスルです。宗次郎さんがお掃除してきます。キャッピー。さて強蹴り入れたいです。外れる。特訓煽りは来てますね。これは宗次郎特訓いきます。この宗次郎特訓入った時点で宗次郎ポイントマックスでしたっていう証なんですけども、宗次郎特訓何がいいかというと、あ、特訓成功期待度、まあ、ボーナス当選期待度ですね、が 50% に上がります。宗次郎特訓に入っただけで。でこの間にアイコンを取ることができたら敵が弱体化した状態で出てきてくれます。次の対決は、まあ、ナビ高確率だから、まあ、特訓成功の期待度が上がるってだけなんです。対決成功の期待度。チャンス目引いた。
はい、でこれで次ノリオの対決が弱体化したノリオさんが出てきてくれます。しまって発展弱体化してるんでチャンスベル引いたら完全勝利でプラスレア役でも OK です。さあ中対決この時点でもチャンスベルは蹴ってる。ああベルは引いた。ああナビスが出ない。大丈夫だと思うんだけどな。ダメなのまさかのダメ。ベル引いたんだけどな。男。特訓は行きますね。ここで。あモード A の一番深いところとか連れてかれてないから。まだいいけど多分ここあったんじゃないかな。いいパターンでした。男って書いてあったし。ジュッドン。対決当たってると思うんだけどな。何のチャンスアップも出ない。よかった。あ天井には行かずに済みました。615ゲーム投資23本で当選です。よかった全部ビッグ。おおわやった次次回予告まで、ね、おかげで AT 入ります。正確には出てないんですけど実戦上では最中のスルー天井は短縮されてることが多いようです。9回スルーの10回目が AT 天井なんですけど、揃ってくれた。ラッキーめっちゃ嬉しい。はい、でこれ勝利確定の対決がボーナス中 AT 中のボーナスに関しては勝利対決の勝利確定の対決がもらえます。7ドロイでよいしょ。これありがたいですね。自治会予告だと AT 中のボーナス扱いになるからベルカウンター溜まった状態でスタートできるんでありがたい。そうでしかもおもうあの合聴覚の1個下のステージです。ね、ここいると、マックスの規定ベルマックスがね24ベルになりまして絶対に対決発展してくれます。でも AT 入った一発目はだいたい7ベルで1回目絶対行ってくれるんで。はいプルプルしてる。いいね今日対決。はいチャンスベル、はい、完全勝利。まだね超完全勝利やれたことないんでやりたいんだけど何もしてない。
チーム対決に勝つとゲーム数がプラスされます。おっす、え、待って、ループしたんだけど、え、待って待って、ループ取れたら今回 80% ループしかないんですよ。え、待って、うわやばー、やばいです、これは。まあ、80% なんでどこまで続けられるか問題なんですけど、おっす、懐かしくない、番長3でもありました ね、 ね、今回は 80% ループなんで取れればまだ行ってくれそう。あ、うん、よしよし、いやー、これはでかい。うわー、下っ端で消えてる。あららら、あらら、まさむねのキャラちゃん。はい、まだいる。何この楽しいの。あー、終わっちゃったかな。うわ、いるわ。はい、いる、とんでもないです、とんでもないな、これ よいしょ、あ、いるね、まだいるね、まだついてくれてるね。どう、あ、終わったかな、終わっちゃったかな、潜ってもないね、終わっちゃったっすね。にしてもラスト432ゲームになったんですけど、喋る前にいろいろ起きてしまった。この AT 自体は、まあ、ゲーム数は乗せてしてて、まあ、伸ばしていくっていうタイプなんですけど、でベルカウンターで対決に行ってくれます。で対決に勝って頑張るという台で、これ、あの、番長3でまたお寺あおり、大大蛇あおりで、50ゲーム以内はなかったなっていう感じになります。50ゲーム刻みで、あの、あおり来てくれるんで、まあ、どこで発展するかっていうところですね。で、このステージでちょっとすいません、読み方合ってるかわかんないけど、金剛部なのかな、金剛峰なのか、で、レア役、まあ、引けなくてもなんですけど、レア役行くとこの一撃頂上ジャッジメント煽りが来てくれます。で、これ行って成功させたら傍聴覚に行けますという話をしようとしたら言ってくれました。で、この対決に勝つこと、勝てば傍聴覚行けます。あ、ピクピクしてくれてるね。さあ、このもう番長3でいう MB 目なんですけど、これ引いてたら次回次のレバーですね、でベル以上引けます。はい、ダメ出し、うお、チェリー引いてる、どうかな、かかっといんとかではない、ベルも引いた、頑張って引いたよ、いろいろ、いや嘘でしょ、残念。で、一番ステージ下に落ちちゃったんで、ここからまたステージ上げるの頑張ります。弱役で基本ステージアップ抽選かな。で、強レア役、チャンス名強チェリー引ければ確定の対決、勝利確定対決がもらえます。傍聴覚は番長3でいうところの合遊覚です。で、傍聴覚入れて、そこでボーナス引いて、対決めちゃくちゃ入れて壊すっていうのが基本的な流れですね。で、有利感の切れる方法は結構いろいろあるんですけど、まあ、もちろんエンディング行ったら切れるし、有利感内の3枚プラス1700枚で切れるのかな。3枚プラス900枚でも、次の通常時に戻った時に引き戻し、AT 引き戻し以外で当てることができたら有利切ることができるとか、まあいろいろあるんですけど、条件が。
まあ、スマスロなんでね、有力感蹴ることを目的としてやっています。蹴ることができたらいただきライズアップというものに入るんで、まあ、そこを目指していくという流れです。はい、行きました。今回名前が藤郷大寺になっております。番長3の頃は郷大寺でしたが、でここの対決出てくるんで、ここの対決に勝てば魚弱体化したね、はい、勝てばボーナスが出てきてくれます。おっす、弱体化してるんで頑張りましょう。ここはプルプルしてる、しかも強対決でね、神相撲はいけると思うんだ。ベルも引けるし、ここで出会い役もしくはチャンスベル引ければ完全勝利なんですけど、赤カットイン出ましたね。あ、もう大丈夫でしょう。はい、オッケー、絶頂、出てこないいや、絶頂対決ありますんで今回、はい、ボーナスの一部で、ほい、ビッグにしよう、ビッグがいいね。はい、オッケー、赤7です。でもさっき消化したんでね、あれなんですけど、T 中のボーナス改めて話すと、これホールドしてから7揃えば確定、勝利確定の対決がもらえます。あ、対決ストップですね。シャンってしまれば、どう、オッケー、はい、レストックです。もちろん青七揃いのが偉いんですけど、基本は赤七揃いですね。2つ目の対決ストック、ドンパッパタイムいっぱい入ってくれた方がベルも取れるし、揃わなくても、おいですかね。そんなストップしてくれちゃってありがたい。このボーナスの間では、3つ目なんですが、今回対決2つストックできました。でベルもいっぱい引いたので10ゲーム乗ります。今ストック、対決ストック緑になってます。3つあります。これ使うの最後の最後なんで、まだまだ使いません。この2の樹海ステージだとマックスベルカウンター天井が47なんで結構深いんですよね。プルプルしてる、ただ弱体決、どう、2回引いたぞ、頑張れや。ついに100ゲーム切っちゃった。何もしてない、あれから 80% 取ってから何もやってない。お、気持ちいい。あ、後ろに回るパターン珍しいな。対決とかぶったからかな。
頑張れ。もうボロボロのにも勝ってなかったら何に勝ってんね。ついにストックを使います。まずは1個ちょっとずつ使っていくんでね、なくなるたびに使っていくから。うん、もう一個。あ、今日対決ですね。普通の対決の時に今日対決してほしいんですけどね。やっとできた？私やっとできた？完全勝利やっとできた？の MB 目からの強チェリーでやっとできた！超完全勝利。よし、やっとできた！超完全勝利。赤ボタンだ。わーい。勝って。じゃあ行きましょうか。超完全勝利したのでドカトン入ります。ご来光って言ってますね。ご来光なのかご来光なのか悩んでましたが、ご来光って言ってました。ご来光は、はい、ではこれですね、5ゲーム間継続します。でこの間は成立役に応じて上乗せをしてくれます。はい、レア役とかしてた方がもちろんね、いいんでしょうけど、チャンスベルとかね、ベル引いたら乗っけてくれるけど、リプレイじゃダメ。でチャンスベル引いたら継続のチャンス。うーん、何回して。で平均上乗せゲーム数が130ゲームの特化ゾーンでございます。でこのパンダバトル入ったら7が揃えば継続と、はい、多分1回は揃うんじゃないかな。継続率とかは謎です。お、チャンスベルいた。お、継続確定。オールベルフィザ。サポパー継続してくれます。で青7揃うと大量上乗せなんですけど、赤7。チャンスベルしたい。よし、引いた。20ゲーム。はい、で継続。チャンスベルをくれ。なん、ベルすら引けない。頑張れ。はい、よし。チャンスベル引いた、うん、あーでもチャンスベル引いても確定じゃないのか継続。あーでも2回引いたよ。うわ、継続ってならん。2回引いたのにチャンスベル。3回目よし、よかった。まとめて引きました。引きたい。引いた。
北井優ただ引いた。おお、赤いね、赤いよ。弱者だけど、どう ?50 でかい。ただ継続確定はしてくれないんですね。いや、よくじゃ頑張れ。うん、さすがにか。いや、でもだいぶ続いてくれたんじゃないかなと思います。7戦でしたね。250ゲームのせいでかい平均130だからだいぶいいでしょ。行くんじゃない、ゴー大豆ノリを飛んできてたから。ではないんだけど、モード的には確定対決だ。あら、気持ちいい。やっとは何も引いてない。白ボタン、久しぶりのボーナスを獲得できました。ビッグ希望。よし、うい、青だなさあ、青7なんで上乗せしやすいです。頑張りましょう。ホールドスタート、ゲーム数普通3ゲームなんですけど、チャンス目3ゲームなんですけど、ここ5ゲームになるんですよ、青7だと。チャンス目も引いたし、いけると思うんだけどな。どう、大きいパンダさんね、ダメなの、チャンス目引いたよ。あ、いいね、強いね。こっちがチャンス目分かな。んー、でかいんだよな。ダメ、チャンス目、私のチャンス目、青7中なのに。下手でした。せっかくの青7を無駄にしていく。チャンス目引いたんだけどね。おかしいね。うわー、岩尾、待って、どうした、なるほど、取れました、いただき、ライトアップ、ライトアップ、何かと思ったら条件的には多分3000枚を超える見込みの方で取れたと思います。ライツアップね、取れる条件がいろいろあるんですけど、対決中の 0.4% 引くとか、まあ、0.4% そんな簡単に引かないんで、 AT のエンディング発生、 AT 中の対決勝利時の 0.4%、
か愛の教育的指導発生もしくは AT で3000枚獲得見込み時なので獲得見込み時の方だと思います。さすがにさあまだ2個あったんでねストック。何も引けなかった。ストック1個残してエンディングでございます。エンディング中はこの右のベルカウンター、高聴覚状態なんですけど7まで溜まると設定しさが出てくれます。設定デフォルトです。これで終了と。ここからいただきライズアップというものに入るんですけども、愛の教育的指導または高聴覚が取れるかもしれません。取れる期待が 65% です。やっていきましょう。私これ3回目です。いまだに愛の教育的指導取れたことありません。今日こそは取りたい。この間レア役引けたら取れるかもしれないんですけど、どうなんだ、詳細出てないんですけど、引かなくてもどうやら取れるらしい。ベルとかね、レア役とか何かしら行きたい。こんな短い間に引けるかっていうね。ここで終わんなければ終わるんだよね取れないんだよな。じゃあもうこっからはどうにか高聴覚を取れるように頑張らないといけない。何にも取れないのは寂しいからね。頼む、発見してくれました。でこれで成功で高聴覚いただけるんですが、おーし、行った時点で成功なのかな。いつもねこの演出行ったらもうだいたいレインボーになってるんですよ。さてさていただけました。高聴覚さん、また愛の教育的指導は取れなかったあ、よかったですね。今日まだ高聴覚をお見せできてなかったのでこれでやっと見せれます。高聴覚番長過ぎていう合遊格です。ベル7回がマックスの、対決行ってくれます。でこの間元のゲーム数は消化されません。ホールド状態で合遊格は残り20ゲームってなってますが、対決に勝利するたびに合遊格のゲーム数どんどん乗っていきます。なんでいかにもう対決勝てるか、勝って勝って勝ちまくってどんどんその元の AT のゲーム数を貯めていくと。ピックしない。いやババ抜き今日対決頑張ろう。ナビでね頼む今日対決。よしよかった。はい、でプラス20でこういう格もプラス中っていう感じでいきます。プルプルしない。エストリー頑張ろう。中退頼む。ベルクレー伸びない。なんな、下手すぎる。対決が下手すぎる。滑り込んでくれ。これでどう？いかないか。激ショボ。激ショボです。
1回しか対決勝てなかったし。岩尾いい対決ばっか来てくれてるからね。いや間に合ってればな、よかったんだけど間に合わなかったんで。対決は行く、対決勝てなきゃ終わっちゃう。あれこっち行ってくれる。来てくれた。これ成功させなきゃ終わりですね。頑張れ私の番長。とりあえずベル、もう一発ベル欲しいよ。うわー一体じゃきつい。うわー今日全然成功しないまで。あー終わっちゃいましたね。3789枚で終了です。十分なんですけどね、ちょっとライトアップ入ってからがやりきれなかった。で AT 終わりなので、今 AT 引き戻しモードっていうところにいます。で99以内に特訓入って戻すかどうかっていうのをやります。今日チリーいた。じゃあ対決始まってから行きたい。じゃあこうやってなんかあってもおかしくはないよね別に。今日チリー行くんだから、あんな特にでもないね。7枚ベルじゃないの行きたいのは。ベルいた。あれで勝ってれば引き戻しモードなんで AT に戻れるんですけど、負けちゃったので終了です。ではちょうどやめ時が来たのでこれで終わりたいと思います。まあ、あらかたお見せできたかなとは思うのでありがとうございました。すいません今日は寝台取れなくて。実戦終了お疲れ様でした。本日はちょっと最新台が取れなかったので準新台、オス番長4の方打たせていただきましてですね、結果の方がもう皆様動画見てくれたので分かってるとは思うんですけども、投手の方が23本1058枚で回収が4272枚でプラスの3214枚という素晴らしいですね。どうでしたかね番長、まだ打たれてない方も、まあ、中にはいらっしゃるとは思うんですけども、あ打った方だいぶ多いかなとは思うんですよ、この連休ゴールデンウィークとかでなんですけど、そのちょっと今日はね私 80% ループを引っ張ってきてしまったので、それのおかげだろうって思われてるかもしれませんが、まあ、何かしらトリガー引っ張ってくればまあまあ伸びるようなみなので、まあ、本当に引き次第かなっていうところではありますね。まあ、番長3もそうだったけど、はい、対決のがどんだけ勝てるか本当ここ次第にはなってくると思うんで、はい、まあ、未だに全国的に全人気なので、まあ、もう今のうちに、もう今ならもう多分いろんなお店設定使ってると思うし、今が打ち時だと思うので、ぜひ打てる機会あったら打って楽しんでみてほしいなとは思います。はい、というわけで今回の寝台の力、ちょっと準寝台の力になっちゃいましたが、これで終わりたいと思います。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。